今回はチェンソーマン、125話リンゴ万引き犯で、新たに分かったことを解説していきます。この動画は作品のネタバレを含みます。ぜひ本編を読んだ後にご覧ください。恐怖心で空に落ちる攻撃を受け、空へと落ちそうになった朝は、ギリギリ命をつなぎ止めたものの、握力には限界が迫っていました。夜は自分たちに攻撃を仕掛けている悪魔が、落下の悪魔であることを現状から導き出し、この状況から生き残るためには、朝の恐怖心が邪魔であることを伝えます。本来悪魔を強くする要因の恐怖が、人間の脳を半分残している夜に限っては、戦うための足かせになっていたのです。また朝は他人に近づくたびに、傷ついた経験を重ねており、その結果、孤独と他人のどちらも怖いという、対人恐怖症を患っていることが判明します。一方落下の悪魔はシェフとして、地獄に住む芋虫のような姿の悪魔に、メインディッシュが朝寝夜であることを宣言しました。今回のストーリーは、落下の悪魔がメインディッシュである朝寝夜の調理に必要な、材料を調達をするところから始まります。根源的恐怖の名前を持つ悪魔が、スーパーでリンゴを買い求める姿や、買い物袋を下げて歩くシュールな様子が描かれた後、店員の女性が突然の悪魔の来店に恐怖し、店の天井に貼り付け状態になりました。攻撃を受け、恐怖で謝ることしかできない店員に対して、落下の悪魔は、私に攻撃をしなければ、危害を加えるつもりはありませんと言い、人肉に合うリンゴについて質問します。悪魔は基本的に人間を嫌うという本能を持っていますが、人に近い見た目の悪魔は、異様の悪魔と比べてこのように好意的です。ただ落下の悪魔は、人間の遺体でその姿を作っているため、本当に人に近い見た目をした悪魔とは言い切れません。しかし通りすがりの人間の耳を集める際も、命を奪うことなく耳だけを切り取っており、またスーパーの店員に対して、危害を加えるつもりはない発言からも、一定の理性があると言えます。さらに自らを借りに来た、デビルハンターにも、意味のない殺生はしたくありません。と発言しており、これらの言動から、人間への攻撃性は低い、食材にしか興味がない、強者の余裕がある、という印象を受けます。その後、落下の悪魔はレジ袋を下げて、スーパー味を去っていきました。目的のリンゴを調達した落下の悪魔は、続いてソースに使う男性の頭部を入手していないことを思い出し、焦りを見せ、ちょうどそのタイミングで、自分を討伐に来たデビルハンターを察知し、どなたか一ついただけませんか?と問いかけます。すると屋外で待ち受けていた、3名のデビルハンターが、ライフルを手に建物の屋上から落下の悪魔を操射し、その体はバラバラになるも、根源的恐怖の名を持つ悪魔である落下の悪魔は、人類が持っている攻撃手段で、私を狩ることは不可能と言いすぐに復活しました。このシーンでは、デビルハンターが銃を使っていますが、第一部でも、マキマ対策班が銃火器を使用している描写があったため、早川明など一回のデビルハンターにはその存在を知らされていないものの、銃火器を利用して任務に当たる特別な課が、第二部においても存在していることがわかります。また今回は公安に所属する吉田博文が、飢餓の悪魔から根源的恐怖である落下の悪魔が出現したという情報を得ているため、公安も手だれを派遣したと考えられます。そんな公安ですが、支配の悪魔であるマキマがいなくなったため、マキマが制御していた悪魔魔人で構成された特異化がなくなり、相当の戦力ダウンが起きていると考察でき、そのため第一部の時点ではあまり利用されていなかった銃を、人員不足を補うために使っている可能性も考えられます。ここで落下の悪魔が、意味のない殺生はしたくないと言いますが、その後すぐに問答無用で攻撃されたことで、ため息をつきながら、建物ごとデビルハンターを崩壊させました。これまでのストーリーで夜は身体能力を活かして逃げると発言していましたが、この広範囲で威力の高い攻撃を見るに、実行はかなり難しいことがわかります。ここで落下の悪魔は足場が崩れて落ちてきたデビルハンターを、ソースに使う男性の頭部として難なく捉え、三鷹朝夜以外の食材を揃え終えました。今回のストーリーでは、ナユタに焚き付けられたデンジが、ようやく姿を見せました。食材を揃え終えた落下の悪魔ですが、その背後から突如として、一気に胸部を切り裂かれ、先制攻撃を受けます。そのタイミングでデンジは、大勢の人を殺したことでも、
街を壊したことでもなく、スーパーのリンゴを万引きしたことについて言及しました。この場面においては血と臓物が飛び散る描写と、ぶっ飛んだ発言が描かれており、まさにチェンソーマンという空気感が満ちていました。ここで登場したデンジですが、今回の戦いにおいても学ランの姿で登場しています。出発前は上着を脱いだ制服姿であり、またチェンソーマンに殺された悪魔が、制服のボタンを握りしめていた過去の事例を鑑みると、正体がバレやすいようにわざわざ、制服で戦いに行くことを継続している様子がわかります。デンジはナユタを大学に行かせるために、お金を欲しているようですが、毎回の戦闘で制服が汚れたり破れたりするのは、痛い出費となっていそうです。デンジの吸収によって真っ二つにされた落下の悪魔は、すぐに背中の翼のような部分でデンジの首と腰を切断します。デンジはこの反撃に対してゲヘヘヘヘヘーと笑い、すぐに切られた首をチェーンで繋ぐと、ウワンのチェーンソーで頭部を押して、落下の悪魔の肩に食いつかせました。この場面から闇の悪魔の肉片を取り込んだ、サンタクロースと戦った際や、コウモリの悪魔と初めて戦った際のように、誰かの血を飲むことに躊躇がないことがわかります。また第一部でのデンジは、行動不能になる前にエンジンをふかすか、行動不能になり、仲間にロープを引かれることを待っていた描写が登場しており、このことから、第二部では戦闘技術がかなり向上していることがわかりますが、切断されてから、ノータイムで敵に食らいつく判断力や、チェンソーマン状態で、痛覚があるにもかかわらず笑っていられる精神力からも、その成長は明らかです。作中ではチェンソーマンが日本に住む人間にとって、かなり親しまれていることから、対象への恐怖が減って弱体化しているのではと考えられていましたが、今回の描写からは、そのように弱体化した雰囲気は一切感じられません。また作中では強い悪魔の肉片を取り込むと強くなる、という設定があるため、デンジが第一部のラストにおいて、支配の悪魔の肉を口にしたことで、かなり強力になっている可能性もありそうです。本来は悪魔ではないサンタクロースが、闇の悪魔の肉片を取り込み、凄まじい力を発揮していた前例もあるため、悪魔の心臓を持つデンジも、強い悪魔の肉片を取り込んだことで、このように強力になっても違和感はありません。ここで両者を比較してみると、無駄な殺傷を避けるなど、知性を感じさせる落下の悪魔よりも、なぜかリンゴの万引きに怒って、奇妙な笑い声を発するデンジの方が、その怒れ具合は強烈です。思考の読めないデビルハンターが現れると、悪魔はその内心を理解できずに怖がるため、このままデンジが押し切るのか、それとも落下の悪魔のターゲットであるの朝夜と、共闘することになるのかは要注目でしょう。落下の悪魔によって、アキやパワーを失った際の過去のトラウマを暴かれ、重力攻撃を受けると、地獄に落ちてしまう危険もありますが、仮にそうなった場合、第一部で示唆された血の悪魔を探すを実行するチャンスとなるでしょう。ただしチェンソーマンは多くの悪魔に恐れられ、そして嫌われていることから、デンジには地獄は危険すぎる場所です。さらに支配の悪魔が不在の今、一旦地獄に落ちてしまうと、そこから戻ることは難しいでしょう。現時点での動向が不明である、飢餓の悪魔や吉田博文についても、今後この戦闘に参戦する可能性も捨てきれず、どのようにして根源的恐怖の悪魔との戦いが展開していくのか、ぜひ皆さんの予想をコメント欄で教えてください。今回のストーリーでは、落下の悪魔の意外にも落ち着いた性格や、料理人として誠意ある行動を心がけている様子が描写され、またチェンソーマンことデンジがついに登場し、ド派手な戦いを見せました。落下の悪魔についてはその口数も多く、食材を忘れてあれまと口にするなど、可愛らしさを感じる描写があることから、以前に登場した根源的恐怖の悪魔である闇の悪魔と比較すると、怖さと絶望感は軽減されるものの、このままあっさりと勝負がつくとは考えにくく、デンジの活躍も含めて、続きが非常に楽しみな展開となっています。以上、最後までご視聴ありがとうございました。この動画で紹介したもの以外にも、ぜひ独自の考察などをコメント欄で教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。